ちょっと待ってくださいよ。え？先生。先生どうしました？滝尾さんどうぞ。あー、えー、なんでやねん、なんでやねん。あー、ジョーちゃん。ジョーちゃんや。こんにちは。座り座り。はよ座り。なんですかその扱い。座りそこでいいか。どうしたんジョー。ちょっとね。ジョーちゃん。ジョーちゃん。なんでびっくりした。ちょっと滝川さんって言ってたの、ジョーエリコちゃん来てくれたんか。はい、さあ、というわけで。ごめんな、忙しいのにな、ジョーちゃんな。いや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 、私たちも忙しいですよ。うるせえ。うわこの番組でも何回もね、名前は上がっておりました。一回特番でもね、一緒になりましたけども、はい、2期生のジョーエリコちゃんに今日は新入生として来てもらいました。というわけで自己紹介してもらいましょう。はい、改めて出席を取ります。ジョー。はい、今日の気分はジョージョー。明日もジョージョー。めっちゃ言うてるやんこいつ。元気でみんなをノックアウト。わー、何言ってんの。言ってるやんお前も。ありがとうございます。兵庫県出身、中学1年生、12歳、白と書いてジョーと読む、ジョーことジョーエリコです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとなんでそんなに反応いいんですか。いやいやいや、反応いいっていうか普通やんこれが。大悟先輩がだいぶちゃうな。ね、いやそんなことない。扱いが違いますよね。いや、なんかそのなんかパッと花が咲いたみたいな。うん、あの、うん、ジョーちゃんはラジオ初めて。ラジオは初めてじゃないです。ああ、そうかそうか。でもそのマイクに近づきすぎて喋る姿とかな。うんうん、可愛らしいやん。もうなんか手慣れしもうてから二人とも。私だって前マイクちょっと近いですって言われました。いや、その注意された自慢、注意された自慢はいいんですよ。さあ、そんなジョーちゃんも、新入生として今回来てもらいまして、うん、授業を進めていきたいと思います、はい、それでは問題集を開いてください。はい、さあ、それではさやね、課題を読んでください。はい、では家庭科の課題、じゃじゃん、はい、あなたは手間を惜しまず美味しさを最優先した本生コロッケ製法をもとに、皆様に愛されるコロッケをお届けする神戸コロッケのお店へ突撃グルメレポートに出かけました。はい、素敵なお店の様子をレポートし、コロッケを試食しなさい。な、最後にね、ジョーちゃんグルメレポートしたことないまだ。ないですね。ないやろな。ちょっと難しいけどやってみるか。はい、無理やったんやね。やります。やる。はい、ジョーちゃんが思うように味を言って美味しいとか、うん、はい、それでいい。何でもいいから。はい、はい、さあ、言葉が出たらええわ。声だけ出たもん100点。さあ、行きましょう。はい。行きましょう。ジョーちゃん初めての挑戦です。そしてお店の人は大悟です。お願いします。ジョーエリコの気分上々突撃グルメレポート。いいよ。ジョーエリコの、ジョーは。いいよいいよいいよ。ジョーエリコの気分上々突撃グルメレポート。イエーイ、イエーイ。今回は神戸コロッケさんのお店にやってきました。来て来て。やっぱりコロッケといえば神戸コロッケさんですよね。そうそうそう。早速行ってみましょう。うん、こんにちは。こんにちは。全然ちゃうやん。お兄さんがいつもコロッケあげてるんですか。そうですよ、お兄さんがね、気持ちを入れてみんなに美味しいコロッケを提供しています。幸せな気分ですか。あ、そうやね、本通り読んだ方がいいね。幸せな気分で毎日コロッケあげてるんですよ。幸せな気分ですか。何やねん。優しい気持ちで毎日コロッケをあげる。だから美味しいコロッケになるんですね。もうお世辞を言っても美味しいコロッケ以外何も出ませんよ。あ、これこれ、評判のコロッケ食べてみてよ。何やねんこいつ。え、これって神戸コロッケさんの、お前が懐かしのポテトコロッケですよね。一ついただいてよろしいですか。どうぞ食べてください。いただきます。さあ、どうぞどうぞ。今ね、ジョーちゃんがしっかりね、うん、そうそう、頑張ってジョー。綺麗。先輩持つね。ラジオでこんなコロッケを割る音で持つことないよ。うん、あ、食べて。あー、怖い。あ、ちょっといっぱい入れた。どうですか。どうですか。外がサクサクしてて、はい、中はほんまなり甘いという。うん。これぞ、コロッケ界のチャンピオンですね。いやー、そこまで。絶対、
ち合わせしてたですよね。最高最高ですか、これはもう最高。初めのなんか気分上々みたいな、どうした、どうした鬼みたいな顔してしてないですよ。天使みたいな顔ですか。